私ども株式会社クレオは設立以来食品工場の洗浄に関わってまいりました。今回フーマジャパンにはこちらの3つのテーマに出展しております。1つ目は人手不足の解消のために、今まで手で洗っていた大きなものを洗浄機で効率よく簡単に洗浄できるようにしたり、それから2つ目安心安全のために1台の機械で洗浄から殺菌まで行えるようにしたり、それから3つ目省エネのために洗浄機のエネルギーの削減に努めてまいっております。今回はそういったテーマで出展をしております。今回ですね、クレオが今年初めて出しました、貯水式野菜洗浄脱水機のご案内をいたします。これはですね、貯水をして1回殺菌をしながら洗浄ができます。でその後、チラ水を入れて冷却をすることができる、あの2つの役割を果たします。まず1回目がこう50ppm の塩素を入れます。でこの中で、貯水をして、殺菌をしながら野菜を洗浄いたします。で自動的にですね、あの時間が経つと止まってですね、ちょっと中見ていただくと分かるんですけど、中のザルが回ってですね、脱水をします。こういう形で、1分間にですね800回転ぐらいしてですね、野菜を脱水します。1回目のこれで殺菌と脱水が終わります。で脱水が終わった後に改めて、チラー水5度 C ぐらいの冷たい水がですね、中に入ってきます。でこの脱水機の特徴は、水がですね上からこうオーバーフローで、飛び出ながら脱水をします。ですので下から落とすんじゃなくて上にこうオーバーフローさせて出すのがこの特徴です。で1回目の脱水が終わると2回目の、チラー水の吸水が始まります。ここでですね野菜をじっくり冷やしてですね、よく冷えた野菜が出てくるようになっています。通常の脱水機は、そのまま常温でありますので温度が、15度ぐらいに上がってしまいます。これはチラー水でここで1回閉めて、その後800回転で脱水 を始めます。そのことによって、十分5度 C ぐらいまで冷えた野菜が今ここから出てきます。で脱水してる間はですね、ここにあのストッパーかかってますから絶対蓋は開きません。脱水が終わってきちんと回転が止まった段階で、このストッパーが外れますんで、蓋が開くようになります。これパドランプがついて、ストッパーが外れますんで、蓋が開きます。蓋が開くとこの中にこうカゴが入ってますん で中はですね穴が開いてないタイプの脱水機になってます。通常穴が開いてると洗浄しにくいんですけども、穴が開いてないですから非常に洗浄しやすくなってます。一応今回のですね、貯水式野菜洗浄脱水機1台280万で販売をしておりますので、ぜひ、ご活用してください。よろしくお願いします。以上のように株式会社クレオでは食品工場のさまざまな洗浄をご提案しております。洗浄についてお困りのことがありましたらぜひご相談ください。